では出演者を代表して松本幸四郎さんからご挨拶をお願いいたします。今日はお暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。松本幸四郎でございます。この度鬼平犯科帳が来年放映そして配信されることになりまして絶賛今撮影中でございます。皆さんご存知のまたご存知でない方も、これが時代劇の傑作です。傑作を最強のメンバーで作っている最中でございます。ぜひ今日はお手柔らかによろしくお願いいたします。その先達がやられてきた鬼平という役今幸四郎さんが自分で、やる鬼平というのはですねここは違うようにしようこうしてやろうみたいなものがあれば教えていただきたい。祖父が初めてこの鬼平犯科帳の映像、として、登場いたしましてでそれ以来、木之助の勇の丹波さんそして叔父と鬼の平蔵長谷川平蔵を演じてきました。私は叔父の鬼平で出演させていただいたことがありますけれども、まあ自分自身はリアルタイムには叔父の鬼平を見てましたんでそれはもうただただかっこいい面白い、そういう鬼平犯科帳というものを見ていた一人ではありましたしで、まあこのお話をいただいた時には何て言いますかこう迷いとか、いうよりも何か素直にその受け入れたと言いますかねもうやらせていただきますというふうに自分で素直に言えたっていう自分がいたっていうことに今思うと不思議なぐらいな感じです。そんなに決断が即決できるような性格ではないんですけれどもその時はそういう迷いがなかった、という思いで、この撮影に入っているという感じでしょうかね。で祖父おじいをもうやっております。そして発表するときは5代目長谷川平蔵として発表していただきましたそういうことになりました。ですのでもう十分に、比べていただきたいですし自分自身もそれを改めて、まあ見ることしか残っている映像を見ることしかできませんからそれを踏まえて、もう正当にその今までの鬼平また小説の鬼平そしてそれをご覧になっていた方々の鬼平のイメージ、そして新しく鬼平をする鬼平犯科帳を知る方々へ、もう真正面からぶつかっていくっていうつもりでそういう気持ちで、この作品には取り掛かっております。で作品としても本当に第一作目ということになりますけれども池上翔太さん、ということもあり最初にもう先ほどもお話ししました通りスケートを使われたためまた鬼の平蔵と言われるようになったということはもう、まあ、先頭を切ってたんでしょうねどこに入りに行くにも、それぐらいこうアグレッシブというか、強烈なことだったらその時の、まあ、怒りといいますかすることといいますかその決断といいますか行動といいますかそれが強いそれこそ鬼のようなことだと思うのでその強さといいますか鬼だから鬼の平蔵と言われるようになったと感じていただけるような平蔵を演じるのが、自分のテーマです。はい、自分自身も鬼平というとやっぱり吉右衛門の様のイメージが強くて、今回決闘と本庄桜屋敷見出させていただくにあたって吉右衛門のおじ様の、その2作品も拝見したんですけれども、もちろん全く同じシーンではないんですけど、ほぼ同じこうシチュエーションの場面がありまして、前のその吉右衛門のおじ様の時は、おじ様が鉄三郎時代も演じられてたんですけれども、なんかそのまあそういうシーンがあるといってもそんなに長くはないのでやはりその短いシーンの中から短い鉄三郎のシーンの中から鉄三郎全体のこう人物像を自分なりに膨らませて、
そこをこう自分の中で、なんか鉄三郎の人物像をこうやりながら考えたときに毎回思い出すようにして、演じたりっていうこともしてたり、まあ、あとやっぱり父がこの平蔵の格好で現場に、いるとなんかこう、もちろん実際は父なんですけれども役としては同一人物なので、なんかその自分の役の未来の姿が目の前にいるっていうのはすごく不思議な感覚がして、なんかタイムスリップしたような気分になって、もちろん同じシーンはないんですけれども、撮影の日が被ったりしているとすごく不思議な気持ちになりますね。